鬼の最後。悲しくも感動的な死や最後が描かれる鬼滅の刃。それは鬼を狩る側はもちろんなんですけども、鬼にも非常に魅力的な最後があるんです。上限の鬼、下限の鬼、そして鬼の始祖鬼舞辻無惨。彼らを深く見ていくと、作中では明かされていないエピソードが見え隠れしてくるんです。ということで今回は鬼の死亡シーンと最後について徹底考察、そして知られざるエピソードを紹介したいと思います。本考察動画は本誌単行本で第205話を見た方への内容になっていますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。今回徹底考察会となってますので、いつものように画面に全集中よろしくお願いします。それではどうぞ。鬼舞辻無惨配下の十二鬼付の上限の三赤座。十二鬼付の相関というと、特に道馬とは仲が悪く、黒死坊も殺害の対象として見ています。柱を何人も葬ってきており、100年以上にわたり上限の座を不動のものとしている赤座。強き者は思考の領域を目指すのが断りという信念を持ち、相手に対しては真っ向勝負を挑み、尊敬の線すら見せます。逆に弱者に対しては徹底的に忌み嫌い、鬼という強い種族であることを誇りに思っています。実はこの考え方は、赤座の過去と深く関係しているんです。そんな赤座の最後は悲しい。しみそのものでした。第146話、赤座は無限城に天を待ち構えると、玉野炭治郎と水柱富岡義勇に奇襲をかけます。2対1の数的有利の状況の中で、義勇が凪で赤座の破壊説乱式を受け流し、炭治郎は畳みかけるように日の神神楽烈日公共演武尺骨炎用と攻撃を連発します。しかし赤座と対峙した義勇はついに朝が発言。義勇は圧倒的に速度が上がるも、さすがに上限の3。赤座はですね、朝の義勇の速度にすぐに順応し、互角以上の戦いを見せましたよね。終わりにしよう。そして義勇の孤軍奮闘も虚しく、最後は日輪刀を手絞られてしまうんです。さらば。そしてとどめの一撃が義勇に入る。その時でした。覚醒した炭治郎がとっさのところで赤座の腕を切り落としましたよね。炭治郎に何かしらの変化が起きたと察知した赤座は一気に勝負を決めにかかり、術式展開終式青銀乱残光。義勇は凪を使ってですね、死は免れたんですけども、ここで致命傷を負ってしまいましたよね。しかし炭治郎は赤座の青銀乱残光を完全に見抜いていたんです。そう、これが透き通る世界、陶器を完全に消したってことで、赤座のですね、破壊札羅針に感知されることはなく、完全に背後を取り首を落としたんです。そして皮肉にもこの透き通る世界こそが赤座の求めていた思考の領域だったんです。しかし赤座はですね、無惨のように鬼の限界を超えようとしていた。首を切られても死ななかったんです。しかしそんな時に赤座を呼び止めたのは、かつての最愛の人小雪でした。鬼はですね、命を落とす時には人間時代の記憶を思い出すんですけども、赤座が思い出した過去は美しいものだったんです。赤座が人間だった頃の名は白磁。白磁は少年時代病気の父と暮らしていましたが、薬を買うお金がなく盗みを働いては何度も捕まり、その都度罪人の入れ墨を腕に施されていました。しかし運命は残酷です。息子を犯罪に至らせた後悔と、その責任を感じて父が自殺してしまったんです。真っ当に生きろ、まだやり直せる。父のために盗みを重ねてきたはずが、自分の盗みが理由で死んでしまったんです。悲しみと後悔に暮れる白磁でしたが、慶三という男との出会いが全てを変えていきます。父の死後ですね、所払いの刑で流された地で荒れ狂っていた白磁は、通りがかった慶三に殴りかかるも、返り討ちにされてしまい、道場に連れて行かれるんです。目を覚ました白磁は慶三から病弱な娘の小雪を紹介させられ、こう伝えられます。生活費を稼ぐために家を空けがちな自分の代わりに娘を看病してくれないかと頼まれるんです。白磁は寝たきりの小雪を見て、病弱だった父と重なり、小雪の看病と慶三の稽古を繰り返す毎日を送っていくんです。そして月日は流れ、白磁が18歳になった頃には小雪の体調はすっかり安定していたんです。そして白磁は慶三に呼び出され、こう伝えられます。この道場を継いでくれないか。小雪もお前のことを好きだと言ってるし。残忍である自分に自信が持てていなかった白磁は、慶三の言葉を聞いてやり直せるかもしれないと期待が膨らみ、二人を命を懸けても守りたいと誓うんです。そしてある日、初めて会った時の約束として、白磁は小雪と花火を見に行くんです。本当に俺でいいんですか。小雪はこう返すんです。白磁さんは私の未来が見えていた。私と夫婦になってくださいますか。小雪の言葉に白磁は誓うんです。赤座が誰よりも強さを求めていた理由、それは赤座は鬼となって記憶を失っても無意識に小雪との約束を果たそうとしていたからなんです。しかし幸せは唐突に終わりを告げます。父の墓に結婚の報告をした帰りのことでした。小雪と慶三が待っているはずの家に帰ると、見知らぬ男が駆け寄り、こう話すんです。
誰かが井戸に毒を入れた。隣接する道場から嫌がらせを受け、井戸に毒を盛られその水を飲んでしまったんです。白磁は父に続き、またしても自分がそばにいない時に大切な人を失ってしまうんです。そして第152話で赤座は炭治郎に首を落とされてしまい、記憶が蘇るも今更どうしようもないことでした。生まれ変われ少年。しかし炭治郎と形相が重なり、赤座は気づくんです。赤座が嫌っていた弱き者とは、治安の大切な素粒を血まみれにし、父の遺言も守れない自分自身だったことに。赤座は気づかせてくれた炭治郎に微笑んだ後、煉獄の命を奪った飯木を自分自身に打ち込み自滅してしまうんです。そして彼の目の前に現れたのは、妻となるはずだった小雪でした。大事な時そばに入れなくてごめん。小雪は元の白磁に戻ったことに涙を流すんです。お帰りなさいあなた、ただいま親父。師範小雪、ただいま。強さへのこだわり、弱き人間への侮蔑は彼の過去に理由があるというのを考察してきたんですけども、実は赤座の外見や動作にも過去への呪縛が反映されているんです。薄く赤みがかった髪の色は小雪の着物と同じ色であり、全身の戦場のあざは罪人の刻印。術式展開の構えは師範と同じ構え。赤座の技である破壊殺は全て花火の名前が由来になっているんです。そして赤座は鬼になっても絶対に女を食べなかった。極めつけは術式展開で現れる印をよく見ると、雪の結晶、つまり小雪のかんざしを意味しているんです。そして赤座といえば上弦の二ドーマを忘れてはいけません。なぜ赤座が上弦の二ドーマを嫌っていたのでしょうか。ドーマの馴れ馴れしい性格が赤座の気に触ったこと、自分よりドーマの方が強かったことが要因なのは言うまでもありません。しかし最も大きな要因、それはドーマが女ばかり食っていたから。鬼になっても心の奥底では小雪を忘れられなかったドーマは、女性には一切手を出さなかった。そんな赤座にとってドーマはどうしても許せなかったんです。そして赤座の名前の意味です。あとは去勢された犬という意味。そもそも赤座の人間の頃の名前は白磁で、本来邪気を払う狛犬という意味がある名前でした。しかし白磁は鬼になり、狛犬の守護の役目を忘れてしまっていると言えます。そして赤座の過去が明かされた第155話のタイトルは、役立たずの狛犬、つまり狛犬として鬼から小雪を守らなければならなかった。しかしその責務を果たせなかった白磁は去勢、つまり鬼にされてしまい、赤座という名前になったんです。そして加とは住処という意味、座とはその名の通り座るという意味です。そう、赤座とは去勢された犬が空っぽのまま座り続けるという皮肉を込めた名前になっているんです。記憶を失って鬼となった赤座、人間性を捨てているにもかかわらず最も過去に囚われていた鬼、それが赤座なんです。そんな赤座は花にも言い換えることができます。それが赤座。赤座とはインド、中国を経由して伝わったとされる古い花であり、実は赤座には色違いの花、白座が存在します。そして白といえば、真っ白な雪という字を名前に持つ小雪。そう、白座とは小雪を表している。そんな白座の花言葉はこうです。結ばれた約束。そう、赤座と白座が結ばれることは、赤座と小雪が結ばれることを表しているのかもしれません。宗教団体万世極楽教の教祖上弦の二ドーマ、十二気づけの相関性と一方的に赤座を中心に誰から構わず陽気な態度で接しています。そのためですね、赤座からは特に疎まれていませんが、おそらく岳牛太郎は恩があるので好かれている可能性も。ちなみに無惨からはあまり好かれていない模様。風貌はですね、白つるばみ色の長髪に虹色の瞳の美青年で、ひょうひょうとした態度の陽気なキャラクターです。しかしその笑顔の裏には恐るべき顔、完全に喜怒哀楽が欠落している何か。そんなドーマの最後は感情の芽生えでした。いやいや、はじめまして、俺の名前はドーマ。いい夜だね。ドーマと鬼殺隊の戦いが描かれたのは第141話から。対峙したのは虫柱胡蝶忍。しかし忍にとってドーマは特別許しがたい鬼でした。そう、忍の姉カナエの命を奪った仇だったからです。しかしドーマの激打つ粉氷の破壊力に忍の小さな体は耐えることができませんでした。自慢の藤の花の毒を急所の首に打ち込まれても、ドーマは分解してみせ、無駄だというのにやり抜く愚かさ、これが人間の
の素晴らしさ。そして敵を撃とうと努力しながらも力の及ばなかった忍をドーマは煽りまくりましたよね。そんな時に駆けつけたのが梅雨里カナオ。しかしカナオはあと一歩間に合わず、ドーマはカナオの目の前で忍の全身の骨を砕き殺すんです。そして吸収。しかしこれが命取りに。その後ブチ切れたカナオとドーマが戦闘するも、あなたは何のために生まれてきたの。感情のないカナオから無感情だと指摘されたドーマは苛立ち、ついに本気を出し、忍の時のように見せた陽気な表情から打って変わり、一気にこれのような無機質な人格になりましたよね。その後は伊之助も参戦し、ドーマと一進一退の攻防を見せるも、ドーマは伊之助の姿に過去を思い出しましたよね。ドーマは新興宗教万世極楽教の教祖の子として生まれます。生まれつき虹色の瞳、白つるばみ色の長髪といった珍しい容姿に加え高い知性を持ち合わせていたことから、神の声が聞こえる特別な子として神格化されるんです。ところが本人は神の声なんて一度も聞こえたことはなく、表向きは神の子を演じていただけ、実際は地獄や極楽は人間の妄想と言わんばかりの徹底した無神論者。こうした幼少期を過ごしたドーマは人間を憐み、愚かな人間を救って幸せにしてやるのが俺の使命と考えるようになるんです。そんな考えが強まってか、父が母に殺され、母が自殺しても悲しみも苦しみもなかったんです。そしてドーマはですね、20になると鬼になり、狂気の救済を掲げる。鬼に食われることで信者は苦しみから解放される。ドーマはそれが幸せに繋がると本気で信じて、信者を笑顔で殺害し続けていたんです。そんなドーマは伊之助の母琴葉を保護したことで運命が動き出します。琴葉は18の頃、夫と姑から暴力に苦しんでいて、夫が泣いている伊之助をうるさいと乱暴に揺すぶったことで家を飛び出すんです。そして救いを求めて新興宗教万世極楽教の寺院まで雪の降る中走る。そしてドーマは教祖として琴葉と伊之助を保護し、寺院に乗り込んできた夫と姑を殺してしまうんです。しかしここで驚きべき行動が。なんと保護した琴葉と伊之助を食わずに、寿命が尽きるまで手元に置こうとしたんです。これはかなり意外ではないでしょうか。しかしそんな日も長くは続かなかった。ある時琴葉はですね、なんとドーマが人を食っている現場を目撃してしまい、逃げる琴葉は崖まで追い詰められ、逆にドーマに殺されてしまうんです。このように実の母を殺されたことを聞かされた伊之助はドーマに復讐の念を抱くんですけども、ドーマは時間がなくなって結晶の巫女に2人の相手を任せ去ろうとするもですね、その時ですね、なんとドーマの体がドロドロに崩れ始めるんです。そう、ドーマに自ら取り込まれることこそが忍の真の狙い。忍は1年かけて藤の花の毒を服用し続けることで、自らの体を毒の塊とし、あえて食われることで大量の毒を盛るという壮絶な罠を張っていた。そして忍が摂取した毒の量は忍の全体重分、言うなれば致死量の実に700倍です。さらにカナオは忍の摂取した毒についてあらかじめ知らされていたからこそ、カナオはあえて挑発するような言動で気を引いていたのは、毒が効くまでの時間稼ぎのためだったんです。そしてカナオは鼻の呼吸、ついの方、悲願主眼でドーマの攻撃を完全に見切り、ドーマに急接近。最後はドーマの溶けた首にカナオはですね、刀を食い込ませて万事休す。そして起点を利かせた伊之助が日輪刀を投げつけて、カナオの刀を無理やりドーマに押し込み、ついにドーマの首を落とすんです。最後に素敵な一節を紹介して締めたいと思います。ドーマといえば血鬼術氷。そしてドーマが殺した女性胡蝶を叶えば花の呼吸の使い手であることから花ということができます。そして琴葉はその名前から葉と表すことができます。氷、花、葉。氷が出る冬には雨も降らず晴れた日も少ないことから、花や草木は枯れてしまいます。つまりドーマがカナエとコトハを葬ったというのは、氷が花と葉を枯らすと言い換えることができるんです。しかし冬を越えると春になる。春には新たな花が咲き乱れ、そこには蝶が止まる。そして冬眠から獣たちが目覚め、氷は溶けてしまうんです。そう、冬を象徴するドーマは花や草木を枯らしますが、春に新たに咲いた花を象徴するカナオ、蝶を象徴する忍、そして獣を象徴する伊之助によって葬り去られてしまうんです。十二気づき最強。そして上限最強の鬼黒死亡。またの名をですね、始まりの呼吸である火の呼吸の使い手である次国より一の双子の兄次国道勝。戦国時代の武士らしく侍のような格好をしています。そして顔には見る者を恐怖に陥れる赤い目が並ぶ。また常に冷静沈着で、無惨からも相棒のように扱われるほど信頼されている最強の鬼です。そして十二気づきの相関図で言うと、赤座がドーマを殴った時には赤座を叱りつけたものの、決戦で挑んできた赤座には期待している模様。そんな黒死亡の最後は
悲しみそのものでした。北志望戦が始まったのは第165話、霞柱、時任無一郎との戦闘からです。北志望の強さはですね、これまでの上限とは比にならないものでしたよね。あざを発言させた時任無一郎を圧倒して手首を切断して貼り付けにし、玄弥に至っては何もできないまま両腕と胴体を切断し、駆けつけた風柱、白津川実美との戦いでは変幻自在の風の呼吸に多少悪戦するも、実美のマレチによる酩酊すらも久しぶりのほろ酔いで愉快と余裕をかまし、その後はですね、実美を圧倒して追い詰める。さらにさらにその後駆けつけた姫島行明との戦いでは、姫島の強さを認めつつも姫島行明を跳ねのけてしまうんです。その後はですね、戦闘不能の無一郎と玄弥を横に、あざを発言させた実美と行明の二人で国志望との戦いに突入し、国志望の超広範囲かつ強力な月の呼吸の前に押し込まれる展開に。しかし戦いの中で透き通る世界を開眼するほどの成長を見せた姫島の前に、次第にその差を詰められていき、さらにはですね、玄弥の決死の決起術によって国志望を固定することに成功し、無一郎が透き通る世界に覚醒して日輪刀を突き刺す。こうして一気に劣勢となった国志望ですが、全身から刀を解き放ち、無一郎と玄弥を真っ二つに。しかし行明、実美、無一郎の3人が格闘に目覚め、最後は行明と実美によって首を落とされてしまうんです。時任と玄弥の命を決して無駄にするな。しかし国志望はここで終わらなかった。鬼の質を鬼物寺無惨のように首の切断からの死を克服したんです。そして国志望は凄まじい執念で首を再生させ、肉体がみるみるうちに変化してしまいましたよね。これでより一を超えられる。国志望はそう信じて疑いませんでした。しかしふと目に入った実美の刀の刀身に映っていたのは、なんだこの醜い姿は。侍ではなく醜い化け物の姿と、なりはれた自分の姿だったんです。私はただより一お前になりたかったのだ。そして国志望はこんなことのために私は何百年も生きていたのかと自問をして、より一に憧れ続けていたことを知ることになるんです。ではなぜ国志望がより一に憧れていたかというとですね、それは彼の過去に起因しています。武家の次国家に双子の兄として生まれた次国道勝は、あざがある忌み子のより一とは教育、部屋、食事など大きく差をつけられて育てられるんです。そして道勝は7歳になるまで一言も話さなかったより一をかわいそうに思い、部屋を訪れてすごろくやたこ揚げを教えたり、作った笛を与えたりしていました。離れていても絆の強い兄弟だったんです、この頃までは。しかしある時より一はいきなり喋り出し、ずま抜けた剣才を発揮して道勝の師範を打ち倒してしまうんです。その光景を見た道勝はより一に強い嫉妬を覚える。しかし直後に母が死に、より一はですね、こう言い残して次国家から去ってしまうんです。いただいたこの笛を兄上だと思い、どれだけ離れていてもくじけず日々精進いたします。こうしてより一が一旦姿を消したんで、道勝の憎悪は一旦は収まったんですが、十数年の時を経て鬼狩りとなったより一に救われる形で二人は再会するんです。そして自分を遥かにしのぐ剣士に成長したより一を見て、かつての憎悪の炎が燃え上がる。そして道勝は家族を捨て弟を超えるために鬼狩りになるんです。その後道勝はより一の下で剣と全集中の呼吸を学び、あざも発言するんですけども、それでもより一には遠く及ばなかった。そればかりか、あざ者は25歳までに死んでしまうことも判明。結局より一を超えることはできないのかと苦悩したその時、ならば鬼になればよいではないか。無限の時の中で鍛錬を積めば、いずれはより一を超えられる。その思いから道勝はですね、鬼への道を歩むんです。そして60年の年月が経過し、より一は道勝の前に現れるんです。おいたわしや兄上。涙を流したより一と道勝は剣を交えるんですけども、道勝は追い詰められる。しかしあと一撃のところでより一は寿命を迎えて死ぬんです。結局最後の最後までより一を超えることができなかった。そしてより一の懐からは、幼い頃により一があげた笛が転げ落ちる。より一は死に際も兄道勝を思い続けていたんです。より一を超えるため、家も家族も人間であることさえも捨てた鬼は、何一つ手に入れることはできなかったんです。そして第178話です。私は一体何のために生まれてきたのだ、教えてくれより一。無限城にて死んだ道勝の懐には、より一が渡した笛が、より一と同じように道勝も数百年もの間弟への思いを手放すことができなかった。178話の笛から最後の最後に明かされた道勝の気持ち、それは嫉妬と憎悪だけではなく兄弟としての愛も心の奥底では抱いていたんです。
そんな次国道勝国志望はですね、ただ頼市に勝利するためだけに鬼になりました。しかし国志望はなぜあのような姿になったのでしょうか。それは頼市の火の呼吸の特徴から見えてきます。第187話で無惨と対峙した頼市は鬼舞辻無惨をあっという間の6連撃で死の淵まで追い詰めるんですけども、なぜ6連撃だったのか。6連撃何か思い出しませんか。そう、頼市ゼロ式です。刀鍛冶の里にある訓練用のからくり人形頼市ゼロ式、次国頼市を元にして作られ、腕が6本なければその動きを再現できなかったと言われています。つまり無惨への6連撃はゼロ式と完全にリンクしているんです。そして6といえば何か思い出しませんか。666フリー目、6つの目を持つ鬼国志望。なぜ国志望には目が6つあるのか。つまり国志望に目が6つあるのは弟より1の6連撃を正確に捉えるためなのかもしれません。弟にどうしても勝ちたいと願った兄道勝の執念の姿なんです。12気づき、上限の6、ダキと牛太郎。人間の頃名前すらも与えられず、牛夫の仕事をするようになってようやくその役職が名前となった兄牛太郎と、鬼である正体を隠し江戸時代から遊郭で名を馳せている人気を選んである妹ダキの上6兄弟。無惨からはダキは子供扱いされている一方で、牛太郎はかなり気に入られている模様。ドーマからは血をもらったことでも知られてますよね。そんなダキ牛太郎の最後は兄弟愛そのものでした。遊郭編でダキ牛太郎と鬼殺隊の戦いが激化したのは牛太郎が登場した第85話から。遊郭編ではですね、炭治郎善逸伊之助が天元の3人の嫁を助けるために京極や萩本やそして時戸屋に潜入するも、ダキに潜入が見破られ3人の嫁だけではなくですね、善逸もダキに捕獲されてしまい地下に閉じ込められてしまうんです。その後ダキは恋夏花魁を食うために時戸屋に出向くも、炭治郎と遭遇したダキはですね戦闘開始。ダキは一時的に炭治郎を圧倒するも、生身の者は鬼のようにはいかない、なぜ奪う。ぶち切れた炭治郎が火の神神楽を解除したことで追い詰められるんです。とは言ってもですね、急激な再生能力と血気術を成長させた禰豆子が暴走したことで形勢が逆転。ダキはかまど兄弟を殺そうとするも、現れた宇髄天元にいとも簡単に殺されてしまう。しかし本番はここからだった。首くらい自分でくっつけろよな。なんとダキの背中から牛太郎が登場し天元を圧倒するんです。その後はですね、天元炭治郎対牛太郎、善逸伊之助対ダキで戦うも決着がつかず、苦肉の策で天元対牛太郎、炭治郎善逸伊之助対ダキとなり一進一退の攻防を繰り広げるも、ダキの首を落としても牛太郎に恐ろしいスピードでカバーされてしまい、炭治郎以外全員が倒されてしまうんです。そして長々と前置きを解説してきたんですけども、注目のラストシーンがこれ。怪我を負っていた善逸と伊之助が復活し、さらに復活した天元がですね、天元独自の戦闘計算式不明をついに完成。お兄ちゃん何とかして。お兄ちゃん、こうして一気に鬼殺隊に流れが傾き、あざが発言した炭治郎渾身の斬撃により牛太郎の首が、そして善逸の最後の切り札霹靂一閃神速による超速度の斬撃と伊之助の斬撃を同時に食らったことにより、ダキの首が二人同時に落とされてしまうんです。こうして勝利した鬼殺隊なんですけども、そんな中でもですね、ダキと牛太郎は負けた責任を押し付け合って言い争っていた。ダキが醜いやつが私の兄弟なわけないわと罵倒すれば、牛太郎はですね、なんで俺がお前の死ぬぐいばっかりしなきゃならねえんだと言い返し、さっきまでの熱戦がどこ吹く風なのかってぐらいコミカルなシーンなので、ぜひとも皆さん読み返してください。ではダキの最後に関する考察を紹介します。牛太郎は負けると思っていた。案の定ダキが足手まといだった。ダキと牛太郎が敗れた直後の第98話で無惨が放ったこの発言によれば、無惨はダキの弱さを認識していたことがわかります。しかしですね、私はお前に期待しているんだ、お前は誰よりも美しい。この第74話の発言からもわかるように、無惨はダキを可愛がっているんです。ではそれは一体なぜか。その理由としては大きく2つあります。まず1つ目はですね、無惨が美しさへのこだわりを持っているからです。無惨といえば人間に擬態している時でも紳士的な服装に身を包んでいるように外見の美しさを重視していることがわかります。そのため美しいダキのことを可愛がっていると思われます。そして2つ目はダキが都合のいい駒だからです。鬼はみんな無惨に歯向かうことができないんですけども、期待通りの働きをしなかったり扱いづらかったりと無惨にとっては邪魔な存在もいます。しかし一方ダキはというと、無惨に心酔しており、無惨のためになることならば喜んで何でもすると思われます。私の支配から逃れた鬼がいる、玉代のように見つけて始末してくれ、お前にしか頼めない。実際に第83話で無惨が始末してくれと言っていた禰豆子を目の前にしたダキは、その言葉通り禰豆子を始末しようとしています。これよりですね、ダキは無惨にとっては非常に都合のいい駒だと言えます。ということで、無惨が美しさへのこだわりを持っているから、ダキが都合のいい駒だから、以上2つの理由により無惨は実力の劣るダキを可愛がっているんだと思われます。
吾妻善逸の兄弟子であり、元鳴り柱桑島の下で修行を積んでいた雷の呼吸の後継者は改革。その外見は大服の上に黒い着物を着込み、腰には青い帯を巻いています。師匠である桑島のことを先生と呼んでいることからも、性格は非常に真面目な男。そんな改革の最後は善逸への悔しさいっぱいでしたよね。鬼になったお前を俺はもう兄弟子とは思わない。改革の最後の戦いが始まったのは第144話でした。対峙したのは共に雷の呼吸の継承権を持つ善逸でしたよね。そんな改革は鬼化したことで精神の歪みが加速し、自分が鬼になったことで死んでしまった師匠桑島治五郎のことを侮辱するんです。俺を正しく評価し認める者は善、低く評価し認めない者が悪だ。しかし善逸は一言のもとに吐き捨てた。俺が勝つならあんたはクズだ。しかし聞く耳を持たない改革は善逸に攻撃を仕掛けるんですよね。そして改革は雷の呼吸に加えて体を崩壊させる血球術の組み合わせた強力な斬撃を浴びせる。しかし善逸は致命傷を負ってしまうも、いつか改革と肩を並べて戦うために編み出した七の型によって改革は首をはねられてしまうんです。散々見下していたはずの善逸が自分だけの新たな型を生み出して、己はその新技で敗北する。これほどまでに屈辱的なことはないでしょう。しかし改革は負けではないと言わんばかりに善逸も落下して死ぬと北総へむんですけども、なんと後ろが善逸を救出。人に与えないものはいずれ人から何ももらえなくなる。人に与えなかった改革は助けてもらえず、人に与えていた善逸は後ろに助けてもらえたという鬼滅の刃を見渡しても随一の痛烈な哀れみの言葉ですよね。ちなみになぜ改革がですね善逸に執着するのかというと、それはですね彼の過去に理由があるんです。幼少期は岩柱姫島行名の下で孤児として生活していました。しかし自分の命惜しさに姫島と他の孤児を鬼に撃って生き延び、姫島の心にトラウマを植え付けてしまうんです。その後改革は元柱の桑島治五郎と出会い、善逸と共に雷の呼吸の流派の修行を積んでいたんですけども、ヘタレで修行も逃げ出してしまう善逸とは反りが合わず、改革は善逸のことを嫌っていたんです。さらに拍車をかけるように桑島は改革ではなく改革と善逸の二人を雷の呼吸の後継者に指名。それはですね善逸が一の型しか使えなかったのに対し、改革は一の型だけが唯一使えなかったから。なぜ俺が弟弟子と同列に扱われるんだ。俺は正当に評価されていない。改革は真面目で努力家であるがゆえに、自分は認められて当然だという強い承認欲求を抱えていたんです。そんな改革は上限の一国志望に遭遇したことで運命が大きく動き出します。国志望の圧倒的な力の前に改革は命乞いをし鬼となる。ちなみになぜ改革は雷の呼吸の型のうち一の型だけを使うことができなかったのでしょうか。雷の呼吸といえば一の型が全ての型の基本となっており、その他の5つの技はいわば一の型の応用です。そして一の型といえばそう霹靂一閃です。これはですね神速の踏み込みから居合で一閃するという抜刀術の一種。そして一瞬のうちに相手の間合いに踏み込む必要があるので、恐怖心に打ち勝たなければ技を放つことはできないです。そんな技をなぜビビリの善逸が使えるのかといえば、それは眠っているから。そう、善逸は眠って無意識状態になることで恐怖心を消し去り、一の型霹靂一閃を放っているんです。つまり改革が一の型霹靂一閃を使えないのは恐怖心に打ち勝つことができないから。そして改革といえば第17巻によれば、かつて姫島と一緒に寺に暮らしていた孤児の一人で、命欲しさに鬼を寺に招き入れた張本人です。さらに鬼殺隊に入ってからも国志望相手に命乞いをし鬼になり下がっています。このようにですね改革は自分の恐怖心には決して打ち勝つことができないんです。そのためですね改革は恐怖心に打ち勝たないと使えない一の型霹靂一閃を習得することができなかったんです。鬼舞辻無惨の側近でありながらも、無限上編では上限の死となった泣き目。長い黒髪で顔の半分を隠してるんですけども、素顔は不気味な一つ目。ファンブックによると沈黙の仕事人とのことで、どんな鬼にも物おじすることなく、淡々と仕事をこなすとのこと。十二気づきではなかったものの、ハンティングの死後はですね、上限の死の座についています。そんな泣き目の最後は無惨の横暴でした。泣き目の血気術、異空間無限上により、無限上編が始まったのは第139話。厄介な能力を持つ泣き目に対し、対応したのはおばない、三つり、そして後ろの3人です。近づくことすらままならない状況の中で突破口を開いたのは後ろでした。なんと後ろは泣き目の資格を乗っ取った上で、さらにですね脳内に侵入し頭を乗っ取ることに成功するんです。そこからの無惨の対応はですね冷酷そのものでしたよね。なんと無惨は泣き目の能力を使い、外に放り出される前に遠隔で泣き目を殺害、そしてそのまま無限城を崩壊させようとしたんです。しかし後ろの尽力でそれも叶わず、無惨は外へと放り出されてしまう。こうして泣き目はですね無惨の横暴によって命を
落としてしまう。そんな泣き目の覚悟はですね、他の鬼たちのように作中では明かされていません。しかし彼女の覚悟は公式ファンブック鬼殺隊最終見聞録2にて判明します。人間だった頃から琵琶奏者だった泣き目、しかし全くの無名で日銭を稼ぐ日々。さらに夫も働かずに博打をするばかりで非常に貧しい暮らしだったんです。そんなある日ですね、なんと夫が一着しかない演奏用の着物を売って博打に使ったことから、泣き目はブチ切れて夫を金槌で撲殺してしまうんです。そしてですね、その後も仕事があったので、そのままボロボロの普段着で客の前に出たら、そりゃあ客から嫌な顔されますよね。しかし泣き目はですね、震える手で演奏したらなぜか音色を称賛される。こうしてこれ以降泣き目は演奏前に人を殺し、殺した指で琵琶を演奏することにこだわるようになった。一躍人気琵琶奏者となった泣き目だったんですけども、彼女に不運が降りかかります。いつものようにですね、演奏前に人を殺そうとしていた泣き目だったんですが、なんと襲ってしまったのが鬼舞辻無惨。泣き目は当然怪物にされたんですけども、逆に無惨に気に入られて鬼にされたんです。もっと切ない過去を背負っていると思ったので、これには思わず笑ってしまいました。無惨の正当防衛が成立した案件です。十二気づき上限の5玉子。壺の中に身を潜め、壺と繋がっているという姿はまるでランプの魔人そのもの。その人物像は表向きは芸術家ですが、その実態は死体を飾り付けたりするなどの下劣にして非道な性格をしているんです。そんな玉子の最後はですね、時すでに遅して。玉子が敗北した鬼殺隊士は、霞柱と時と無一郎でした。玉子と無一郎の戦いが本格的に描かれたのは第108話。怒る無一郎に対し、千本針魚殺で毒を浴びせ、玉子の真骨頂、水獄鉢で閉じ込めてしまい、鬼狩りの強みでもある呼吸を封じ込めてしまうんです。しかし体を張って助けようとしてくれる虎徹に触発されて、無一郎は自力で水獄鉢を脱出。そして復活した時と無一郎は兄雄一郎と家族の記憶を取り戻し覚醒、そしてアザが発現するんです。しかし玉子は真の姿をここで見せましたよね。そして玉子は不規則な動きから攻撃をする血鬼術陣殺魚鱗をお見舞いするも、霞の呼吸七の方おぼろ玉子の周りに現れるも、次々と玉子の攻撃は空振りになり、時と無一郎は視界から完全に消えたんです。姿を見せるときは亀のように遅く、姿を消すときは瞬き一つの間。圧倒的な緩急の前に玉子はスピードを負けしてしまい、首を落とされてしまう。そしてここで面白いのが、上限の5玉子は他の上限の鬼と違って死に際に過去が描かれていないことです。一応公式のブックによると、玉子の過去は次のようなものでしたよね。玉子は人間時代マナギという名を持ち、海に近い漁村で生まれ育つんです。ところが玉子は動物にいたずらをして殺し、違う魚同士を縫い合わせたりと、とにかく異常行動を繰り返していたんです。さらにはその異常行動を芸術だと考えていたので、育った漁村では忌み嫌われ孤立。しかし玉子は早くに両親を亡くしたこともあって、村人たちは両親を亡くしたことで気が触れたのではないかと考えるようになり、意外や意外と静かに見守っていたんです。しかしある事件を境に運命が動く。ある日玉子は自分をからかいに来た子供を殺し、その死体を壺に詰めるという猟奇殺人に手を染め、それを知った子供の親は激怒し、玉子は報復として森でめった刺しにされてしまうんです。そんな時そこを偶然通りがかったのが鬼舞辻無惨。無惨によって鬼にされた玉子は人間や自分の体を改造するようになるんです。そんな玉子はなぜ壺を操り、水生動物を操る血鬼術なのでしょうか。それは彼の過去に起因しています。玉子は漁村に生まれたこともあって、魚を捕まえて遊ぶことが多かった。そして当時から魚の死骸を集めたり、魚を縫い合わせたりといった少年時代の気候がそのまま血鬼術に反映されているからなんです。ではですね、玉子の最後に関する考察を紹介していきます。なんと玉子は刀鍛冶の里編で無一郎に切られて倒された後も実は生きていたのではないかと言われているんです。その理由は大きく3つ。まず1つ目は体の消滅シーンが描かれていないことです。第121話で無一郎に首を切られた玉子は第122話の冒頭で首が消滅してるんですけども、なんと体の消滅は描かれていないんです。次に2つ目は人間時代の回想シーンがないことです。上限の鬼はもちろんのこと、下限の5であるルイや最終選別の手鬼ですら消滅するときに人間時代の過去が描かれてるんですけども、玉子が破れたときには全くもって描かれてないんですよね。そして3つ目は新上限の5が補充されていないことです。無限上編での決戦を前に
に、上限の鬼はですね、新上限の死に泣き目、新上限の6に改革が補充されてるんですけども、新上限の5は補充されていないんです。以上の理由によりですね、玉子は実は生きていたのではないかと言われてるんです。しかし、仮に生きていたとすれば、無限上編で登場してくるはずです。上限の鬼を残しておきながら、無惨が破れるなんてことはないと思います。したがってですね、玉子が生存していたという可能性はかなり低いと思われます。12気づき上限の師範天狗。頭に角と昆布を持つ小柄な鬼の老人で、天狗のような服装をしています。12気づきと思えないほど昇進な性格で、いつも恐ろしいと震えながらヒーと悲鳴を上げています。そんな範天狗の最後は臆病そのものでした。初めて範天狗の戦いが描かれたのは第106話。無惨の指示を受けて範天狗は玉と共にですね、刀鍛冶の里に潜入するんですが、どこからともなく現れて炭治郎、無一郎、玄也が攻撃をするも、どんどん分裂で最終的には4体に分離するんですよね。その後はですね、炭治郎、禰豆子、玄弥の3人で範天狗が分裂した関戸、辛久、鱗木、哀絶の4体を同時に相手にするも翻弄される3人。しかし炭治郎がバケツと玄弥が鬼化したことで4体同時に首を落とすことに成功するんです。しかしですね、首が急所ではなかった。その後急所である本体を見つけるも、増白天降臨。ついに姿を現した増白天は火の血気術を駆使して炭治郎たちを蹂躙。しかしそこで登場したのが恋柱甘露神光。彼女は常人の何倍もある圧倒的な筋力、さらにはですね、アザも発現させ、ゾワクテンの攻撃を防ぎ切り、ゾワクテンを足止めするんです。そしてですね、ハンテングの本体を見つけ出した炭治郎、禰豆子、玄弥は一気に光線出て追い詰める。そんな中、無一郎から鋼塚ホタルが研いだ日輪刀を渡され、新技の演武一戦でですね、ハンテングの首をついに落とすんです。と思いきやですね、実は本体は首を落とされたハンテングの心臓の中に隠れ潜んでいた。しかし禰豆子の後押しもあり、炭治郎はハンテングの心臓の中にいる本体に攻撃し、命を持って罪を償え。こうして上限の死ハンテングは絶命するんです。もちろんですね、他の上限の鬼同様、ハンテングも見開き2ページですが、過去が明かされています。ハンテングは幼い頃から嘘つきで、自分の都合のいいように事実をねじ曲げる歪んだ人格。どんなことに対しても自分は悪くない、自分は被害者だと思い込んで、この世で自分よりかわいそうなものはいないと信じているんです。さらに名前や年齢をですね、嘘で塗り固めて、その場その場で変え続けたので、自分の本名さえ忘れてしまったほど。そんなハンテングでも妻と子供を作った時もあったんですが、彼の性格ゆえ家族に逆ギレしてしまい、妻子を殺しているんです。まさに救いようのないクズだった。そんなある時、ハンテングは怖いお兄さんとぶつかった時に、目が見えないふりをして見逃してもらいました。目が見えないふりをすればいいじゃないか。それに味を占めたハンテングは、目が見えないと言って親切な人に近づき、盗みと殺人を繰り返すんです。こうしてハンテングは人間とは思えないような非道な生き方をするようになるんです。しかしハンテングに天罰が下る。目が見えないふりをしているのではないかと奉行所に通報されてしまって、尋問されるんです。わしが悪いのではない、この手が悪いのだ、わしには無理です、このように目も見えません。ところが犯行については終始否認したり、刑を軽くするために目が見えないふりをする。しかし嘘はすぐバレてしまい、翌日打ち首の刑になることになるんです。そんな中で無惨と出会う。そして鬼にされたハンテングは報復とばかりに奉行を抹殺し、その後も鬼として非道な人生を送り続けたんです。ちなみに人間時代のハンテングは目が見えないと嘘をついてるんですけども、なぜそんな嘘をつくのようになったのでしょうか。なんとこれにはですね、歴史的な背景も関わってるんです。まずハンテングが嘘をつくきっかけとなったのは、公式ファンブック鬼殺体験文録によれば、柄の悪い男とぶつかった時に目が見えないふりをしたら見逃してもらえたこと、また目が見えないふりをすると人から親切にされたことだと言われています。そして第126話のハンテングの過去回想を見ると、お奉行様がいるためですね、ハンテングが鬼化したのはおそらく江戸時代。そして江戸時代にはですね、盲人保護政策が行き届いていて、東道座と呼ばれる盲人のですね、互助組織が存在しているなど、盲人の身分は手厚く保障されていたんです。そこでハンテングは盲人の立場を利用して、盲目だと偽り続けることで様々な恩恵を得ていたんです。1000年以上前、一番最初に鬼になった人食い鬼の原種、鬼物寺無惨。炭治郎にとっては家族を惨殺し、禰豆子を鬼へと変貌させた、まさに天敵と言える存在です。そして性格は傍若無人そのもの。配下を誰も信用せず、もし無惨に関することを喋ったり、名前を口にしただけでも、その身が滅び去ってしまう呪いをかけられています。そんな無惨の最後は惨めそのものでしたよね。初めて無惨と柱たちの戦いが描かれたのは、第138話の産屋敷家でのことだったんですが、無限上編に突入してから第181話で炭治郎
次郎と義勇が無惨と対峙し、そこから無惨との本格的な戦闘が描かれましたよね。首を切られても死なない無惨の唯一の弱点は日光。よってですね、柱たちは無惨を太陽の下にさらすため長期戦が強いられました。そして無惨の血を混ぜた攻撃は食らうと猛毒のように細胞が破壊されるので小さな傷でも命取り、その圧倒的な強さと再生力を前に柱たちは劣勢を強いられていたんですけども、徐々に様子が変わってきます。なんと玉代と忍が作った薬によって無惨は9000年分も老化していたんです。さらにアザを発現させたり格闘を使いこなしたり透き通る世界を見えるようになったり、柱や炭治郎も土壇場で才能を開花させ最強で太刀打ちできないと思われていた無惨もついに追い詰められました。そこで無惨は夜明け直前になって逃亡を図ろうとするんですけども、決死の覚悟で詰め寄る大使から足止めを食らい、ついに無惨は太陽の元へ。一瞬で焼き尽くされるのを防ぐため無惨は体を膨れ上がらせ巨大な赤ん坊のような姿になる。体が焼かれながらもですね、地べたを這いつくばり日陰に入ろうとする姿はまさに赤ん坊がハイハイしている様子そのもの。それをその場で生き残っている鬼殺隊全員で必死に引き止め、なんとか無惨を太陽の元に晒し続け、もう限界とも思われたその時、無惨の体に飲み込まれた炭治郎の日輪刀が赤く輝き、無惨は突っ伏した状態で大量出血。惨めな男の手にすがりついた無惨は太陽の光に焼き尽くされる形でその長い生涯に幕を閉じたんです。では最後に素敵な一節で締めくくりたいと思います。無惨最大の謎といえば、そう、かまど家襲撃事件です。第196話のネズコの回想シーンでかまど家を襲ったのが無惨だということが明かされました。この程度の血の注入で死ぬとは、太陽を克服する鬼などそうそう作れたものではないな。そして第196話の無惨の発言にもあるように、無惨がかまど家を襲撃したのは太陽を克服する鬼を作るため。しかしかまど家は人里離れた山奥にあるので、わざわざ無惨が山奥まで来てかまど家を襲撃する必要はないように思いますよね。では無惨はなぜわざわざ山奥のかまど家にまで出向いて太陽を克服する鬼を作ろうとしたのか。この理由についてはですね、大きく3つの可能性が考えられます。まず1つ目はですね、青い彼岸花を探していたから。無惨の唯一にして最大の弱点といえば、そう、日光です。そして青い彼岸花とは無惨を鬼にした原因の薬のことであり、実際に医者が薬の原料として青色の彼岸花を使っていたことが分かっています。そのためですね、無惨は青い彼岸花を手に入れることで太陽を克服するきっかけをつかもうとしていたんです。しかし1000年以上探し続けても青い彼岸花は見つけられず、すでに青い彼岸花を探す任務は赤座に託していました。そのためですね、今更無惨自ら青い彼岸花を探すためにわざわざ山奥にまで行ったとは考えづらい。そのためですね、青い彼岸花を探していたという可能性は低いと思われます。次に2つ目は火の呼吸を使える家系だと知っていたからです。かまど家といえば次国より一から火の呼吸の型を火の神神楽として受け継いだ家系であり、火の呼吸の型を知る剣士はですね、無惨と黒死亡が殺し尽くしているので火の呼吸を使うことができる唯一の存在です。そしてですね、火の呼吸の使い手であったより一はというと、無惨を圧倒するほどの強さを誇る剣士であり、アザが発現しても長生きするなどかなり特別な存在でした。そのためですね、火の呼吸が使えるならば太陽を克服できる可能性も十分あり得る。そこで無惨はかまど家を探し当て太陽を克服できる鬼を作ろうとしたかもしれないんです。しかしそうだとすると、無惨はかまど家を襲撃したその後についてかなり注目しているはず。にもかかわらず無惨はですね、かまど家を襲撃してネズクを鬼にしたことを全く覚えていないんです。よってですね、火の呼吸を使える家系と知っていたという可能性も低いと思われます。最後に3つ目は、すぐに鬼殺隊に殺されるのを防ぐためです。無惨が鬼を大量に生み出したのは太陽を克服できる鬼を作るためです。そのためですね、せっかく鬼を作ったにもかかわらず太陽の元に出る前に死んでしまっては意味がありません。そのためですね、鬼にはある程度長期間生きてもらわないといけないんです。しかし市街地には鬼殺隊がいる可能性が高いので、市街地で鬼を作ったとしてもすぐに討伐されてしまうかもしれないですよね。よってですね、人里離れたところで鬼を作り出し鬼殺隊に遭遇することなく力を蓄えてもらう必要があるんです。つまり無惨は人里離れたところで鬼を作ることが多かった、よって山奥のかまど家が狙われてしまったんです。以上より無惨がわざわざ山奥のかまど家にまで出向いた理由は、すぐに鬼殺隊に殺されてしまうのを防ぐためだと思われます。12気づき加減の 1M。 当時日本では珍しく洋服を身にまとい中性的な美しい顔立ちをしている鬼です。不幸に打ちひしがれて苦しんでもがいているやつを眺めていると楽しいでしょう。しかしその実態は、普段は幸福な夢を見せておきながらもその後ですね、悪夢を見せることで人間を苦しめることを好むサディストなんです。そんな M の最後は惨めな悪夢でした。無限列車編で M との戦いが描かれたのは第54話からです。対峙したのは煉獄杏寿郎、そして炭治郎、善逸、猪之助、禰豆子の
の5人です。 M はですね、幸せの夢を見せている間に精神の核を壊し廃人にしようと計画するんですけども、5人は次々に覚醒。人の心の中に土足で踏み入るな、俺はお前を許さない。大切な家族を侮辱したことに対して怒りを募らせた炭治郎は M の首を切り落とすんですけども、 M の本体はですね、すでに無限列車と融合。これだけでは M を倒すことができませんでしたよね。そして覚醒した伊之助と一緒に炭治郎は無限列車と融合した M の急所を突き止めます。そして放った一撃は火の神神楽ヘキラの天。こうして M はですね、自分の人生を惨めに感じながら生き絶えたんです。では M の最後に関する考察を紹介します。M は死ぬ間際に全力を出していないと言っているんですけども、もし仮に全力を出していたとしたら上限に匹敵するほどの強さを発揮できていたのでしょうか。まず M の撃術は夢操作。これは眠らせた相手に意のままの夢を見せる能力で、眠っている間に精神の核を破壊すれば相手は廃人になってしまい、もはや一切抵抗できません。炭治郎たちも禰豆子がいなかったらどうなっていたかは分かりません。そのくらい M は非常に厄介な能力を持っているんです。そして M の言い分によれば、先に乗客を食べていれば結果は違っていたとのこと。では仮に乗客200人を食べていたとしたらどれくらいの実力になっていたのでしょうか。鬼としての強さにですね、大きく影響を及ぼすのは食べた人間の数です。そして最終選別の手鬼が食べた人間の数は50人、ルイの姉は少なくとも80人食べたことが分かっています。そしてただでさえ加減の位置に位置している M がさらに200人の人間を食べたとすれば、かなりのレベルアップが期待されるでしょう。しかし上限の鬼は少なくとも100年以上顔ぶれが変わっていないので、食べている人間の数は桁違い。1週間に1人食べる計算でも5000人以上食べていることになります。よって200人食べたところで上限の鬼から見れば誤差の範囲内。したがってですね、乗客200人を食べていたとしても M は上限の鬼にはかなわないと言えるんです。そのためですね、仮に全力を出していたとしても M は炭治郎たち5人に敗れていたことになります。十二気づきの一人であり、加減の5の数字を与えられた、蜘蛛鬼ルイ。その外見は、一見可愛らしい蜘蛛の足のような白髪をした少年の鬼。そして鬼を集めては、家族という群れを作り、自らを末っ子の弟として、父、母、兄、姉の5人家族で、ナタグモ山に住んでいるも、その実態は、ルイが恐怖と暴力で取りまとめている鬼の集団です。そんなルイの最後は、悲しみそのものでした。ルイとの直接的な戦闘が描かれたのは、第37話から、退治したのは炭治郎。そしてですね、とどめを刺したのは、義勇でした。お前の絆は偽物だ。役割を与えて家族のような関係を作ったルイを目の前にした炭治郎は、その関係が恐怖と憎しみと嫌悪にまみれた偽物の絆だと断言。家族の絆を求めるルイは激怒して炭治郎に攻撃するんですけども、それをですね、禰豆子が防ぎ負傷してしまいます。本物の絆だ。それを見たルイは炭治郎と禰豆子の関係こそが本物の絆であると感じ、禰豆子を手に入れようとするんです。そして禰豆子が宙吊りにされて怒った炭治郎は水の呼吸で連撃。しかしこのままでは切れないと感じた炭治郎はギリギリのところでこの技にたどり着きます。火の神神楽演武。さらにここで禰豆子も覚醒し、血気術バケツを繰り出します。そしてついにルイの首を切り落とすことに成功。下かに見たんですが、なんとルイは直前で自分の首を自ら切り落とし、間一髪のところで死を免れたんです。満身創痍の炭治郎を前にしたルイは形勢逆転したんですけども、そこに義勇が駆けつけ、あっけなくルイは首を落とされてしまいましたよね。死の直前に生前のことを思い出したルイはこれまでのことを激しく後悔、父と母に謝りながら最後迎えるという悲しい結末になりました。ちなみにですね、ルイはですね、無惨のお気に入りだったんですけども、それは一体なぜなのでしょうか。ルイがですね、無惨から特別扱いされている点は次の3点です。1つ目に加減の鬼なのに名前で呼ばれている。2つ目に人間時代の名前がそのまま使われている。そして最後3つ目に家族を作って群れることができる。一つ一つ説明していくと、通称パワハラ会議とも呼ばれる第51話と第52話の集まりでは、加減の鬼たちは乱雑に扱われ、お前と呼ばれているにもかかわらず、死亡したルイについてはルイが殺されたと名前で呼んでいるんです。また公式ファンブック鬼殺隊見聞録では、十二気づけは皆無惨が命名したことが明らかになっているんですが、ルイだけは人間時代の名前がそのまま引き継がれています。そして第18話の玉代の発言によると、鬼が束になって無惨に歯向かうのを防ぐために、鬼は群れると共食いするように操作されているんですけども、ルイはですね、唯一家族を作って群れることが許されていたんです。ではこの特別扱いは一体なぜなのでしょうか。それはルイの人間時代の境遇が無惨と重なっていたから。無惨といえば人間時代に非常に病弱だったという過去を持っていますよね。そしてルイも生まれつき体が弱く、歩くことすら苦しかったほどでした。そんなルイに無惨はこんな声をかけるんです。かわいそうに私が救ってあげよう。このように無惨はルイの境遇を自分と重ね合わせて同情し、特別扱いするほどルイのことを気に入っていたんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。